い、こんにちは、林です。今日の動画のタイトルね、夜間のトイレが怖くないっていうね、タイトルなんですけれども、いや、そんな商品無印にあるっていうね、ツッコミされると思うんですけど、これがあるんですよ。で、まあ、サムネイルには商品が映ってたと思うんですけど、今回はですね、無印で1000円で買えちゃう LED センサーライトについてね、ちょっと皆さんにご紹介しようと思います。これね、実際にもう3日間使ってみたんですけど、あ、意外といい商品だなって思ったので、まあ、その商品のね、魅力をね、今日語っていくんですけど、それがこちらです。はい。こちらの LED センサーライトなんですけれども、まあ、ここにプラグがありまして、まあ、ここにコンセント差し込むと、まあ、これがね、LED のセンサーライトになるっていう商品で、まあ、僕の家はですね、これ、マンションのね、もともと取り付けてあるんですけど、廊下にセンサーライト実はあるんですよ。まあ、なので、これはね、僕このリビングで、つけてるんですけど、例えば夜ちょっとトイレに行くときとか、足元が暗いとかね、全然あるじゃないですか。で、僕は別に夜のトイレ、そんな怖くないんですけど、ただ、人によってはね、ちょっと夜トイレに行くのが怖いとかいう方いらっしゃると思うんですよね。で、そんな時に、この LED センサーライトを、まあ、例えばベッドとか、寝ているところの近くのコンセントに挿すことで、まあ、人感センサーがついてますので、人がこう立ち上がったり、ライトのね、そばに行くと、電気がついてね、まあ、足元がちょっと明るくなるというか、まあ、そんなに綺麗に明るくはならないんですけど、まあ、割と明るくなるので、あ、ちょっと一安心ということで、まあ、あとはその後ね、電気をつけたらいいだけの話なので、まあ、そんな感じで、人感センサーで反応する LED センサーライトを買いました。ってことで今日はですね、こちらを実際に使ってみた感想だったりとか、まあ、実際に使い方ですね、についてちょっとね、皆さんにね、お伝えをしていこうかなと思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは、詳細に行ってみましょう。はい、ってことでね、早速こちらの LED センサーライトのね、詳細をね、ちょっと皆さんにお伝えしていこうかなと思うんですけど、これですね、1190円で買えるんですよね。無印で売ってるライトの中では比較的安い方だと思います。もうね、無印のね、ライトって、ピンからキリまであるんですよ。もう高級な間接照明もあれば、まあ僕が前持ってた LED 持ち運べる明かりっていうのは、6890円ぐらいするしっていう感じで、まあアロマディフューザーもだいたい4000円ぐらいしますよねっていう感じで結構高いんですけど、これは1190円と。まあなので、無印のね、ちょっと簡単な間接照明欲しいとか、足元に明かりが欲しいという方は、これすごくおすすめです。で、こちらのね、商品のね、詳細今からお伝えすると、まずですね、こちらは暗いところでセンサーをねオンにしていた状態では約30秒間ライトが点灯するっていう商品なので、一応ですねライト3段階選べるんですよ。こんな感じでオン、オフ、オートっていう感じで、これをねオートにしておけばセンサーが反応するっていう感じです。でオンにしておけばもう常時こちらの LED のライトがついている。でオフにするともう全くつかないっていう感じになります。まあ僕はねオートにしてるんですけど、でこれの嬉しいところは暗い場所でっていうところが嬉しいんですよね。こういったセンサーライトって、まあ、明るくてもなんか電気ついちゃうことあるんですよ。まあ、だけど僕これ撮影してるのは今ねお昼の12時過ぎなんですけど、まあその状態でこのライトをコンセントに差し込んでセンサーをオンにしていたら多分つかないと思います。なのでちょっと皆さんにねお試しで今から撮影するときにはちょっと部屋を暗くするんですけれども、まあそんな感じで明るいときにはつかず暗いときにはつくっていう感じになります。まあね、例えば夜僕が帰ってきたときに、まあまだ部屋の電気ねつけてない状態だったらこれをつけることで、まあ僕が帰ってきたっていうのがね分かって、まあ足元がねふんわりと明るくなるかなって思いますので、まあこれはね本当に3日間使ってみたんですけど非常に優秀な商品だなと思いました。こちらはですね一応その感知範囲っていうのもありまして、だいたい正面が約5メートルで側面が約3メートルです。一応ねセンサーが3つついてるんですよ。これまずこう正面ですね、で側面がありまして、センサーの、反応する範囲がまずこちらが5メートルですね。ライトから5メートル範囲内に人がいたら反応する。でこちらの側面は3メートルですね。3メートル範囲内に人がいたら反応するってことなので、僕の部屋だったら十分です。僕が部屋に入ってきたらこれ電気つきますっていう商品ですね。まあなので一人暮らしじゃなくても全然普通の一般家庭といいますか戸建てでも全然使えるかなって思いますので、まあちょっと間接照明欲しいという方には非常に使いやすい、ライトになるんじゃないのかなと思いますね。はい、ってことでね早速こちらのライトをね実際に使ってみようかなと思います。まあ僕がね喋るだけではねいまいちこうイメージ湧かないと思いますので、では実際に使ってみた様子を今からお届けしようかなと思います。はい、今ね結構暗い状態でこちらのライトをつけているんですけど、ちょっとね
こちらのライトをつけてみようかなと思います。はい、これをね、こっちかな。はい、まあこんな感じの明るさです。まあちょっとカメラでは伝わりにくいかなと思うんですけど、まあふんわりとね明るくなる感じですね。まあ足元がこんな感じで、ちょうどね僕はこのベッドですねの脇にコンセントがありまして、まあちょうどね、ああちょっとトイレ行かないといけないなという時には、まあこのセンサーが反応して、まあふんわりと明るく足元を照らしてくれるっていう感じになります。であとね、ちょっとここ撮影器具があるんですけど、まあここに扉がありますので、まあここから帰ってきた時にこのライトがつくっていう感じですかね。ちょっとねセンサーがつくかつかないかっていうのを今から試してみようかなと思います。はい、ちょっと今ね部屋が暗い状態でつけっぱなしなんですけど、一旦これが消えて、僕がねこの部屋に入ってきてからこのライトがつくかどうかちょっとね試してみようかなと思います。あ、つきましたね。はい、こんな感じで、だいたいこのライトから僕が今ここにいるんですけど、見えるかな、僕映ってますか。あ、ここにいます。はい、こんにちはっていうことで、本当にねセンサー感度高いです、非常に。まあなので僕帰ってきたらいつもこのライトがね勝手につく感じになってますので、まあ、部屋が明るかったらライトつかないし、まあ、こんな感じですごく暗い環境にしていたらすぐに人感センサー反応するので、これはね結構ね優秀な商品かなって思いましたね。ぜひ1190円とすごい安いので、まあ、試しに買ってみる価値はあるかなと思います。僕はねこれいい商品だなと思います。はい、ってことで今日はですね、こちらの LED センサーライトの紹介だったんですけど、どうでしたかね。僕個人としてはまあそんなにね明るすぎず暗すぎずっていう感じで、こうふんわりと夜ですねライトこれ照らしてくれるんですよ。ちょっとカメラ越しではね伝わりにくかったかなと思うんですけど、これ実際に夜使ってみると、僕ベッドの脇にねこのライトつけてるんですよね。ちょうど間接照明としていいんですよ。寝る前ちょっととね明かりが欲しいなっていう時にねすごく良くて、これオンの状態にしておけばずっとライトはつけっぱなしの状態になるので、まあ、ずっとつけておきたい時にはオンにするし、まあオートにしておけば、まあ、自動的に電源が切れるってことで、まあ、割と優秀かなって思いましたね。でしかもね部屋が明るい時にはこれオートにしていたらそもそも電気つかないので、もう部屋がね暗いっていう風にこちらのねセンサーが認識した時に人が近づいてきたら、センサーが反応してライトが光るっていう仕組みになってますね。まあ僕個人としてはね1190円でこのクオリティは結構いい商品かなって思いましたので、まあ皆さんもねちょっと一旦試してみる感じで使ってみるのいいんじゃないかなと思います。まあ1000円ぐらいですしね、ぜひ買ってみてください。はい、ってことで今日はですねこちらの LED センサーライトの紹介だったんですけど、普段からですね僕は無印で買った商品の紹介だったりとかガジェットの紹介とかやってますので、まあ、ぜひチャンネル登録とこの動画のグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログもやってまして、ブログはですね最近よく更新をしております。無印のねアイテムの紹介、ガジェットの紹介、そして、僕のコラムとか、適宜発信をしておりますので、こちらの動画の概要欄にリンク貼ってますのでぜひチェックよろしくお願いします。ってことで今日はですね動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。